皆さんこんにちは、平野薫です。今日はオペラシティアートギャラリーで開催中の和田誠展にやってきました。まさかの休館日。閉館だった。さて、気を取り直して美味しいアイスを食べて元気を出すことにしました。ずっと食べてみたかったアラビアンジェラート、トッピングもたくさんですっごく美味しかったです。今ちょうど読んでる本も砂漠を旅するお話で、なんかタイムリーでした。続いて渋谷へ。お気に入りのヘアバームを買いに来ました。同じフロアのアクセサリーショップもうろうろ。ということで、展示に出かけたはずがまさかの休館日だったので、渋谷でお買い物して帰ってきました。月曜日は休館なので皆さんお気をつけください。今日買ったものつけてこう、ピアスを買いました。今まで結構大ぶりのピアスをつけることが割と多かったんだけど、髪明るくしたらだいぶ印象が変わったので、小ぶりなのが欲しくて。いい感じ、かわいい、何にでも合わせやすそう。2つ目が星座のピアス、片っぽが星で片っぽが水が目座になってる。私星占いとか結構好きでよく見るんですけど、水が目座のものがあるとついつい手に取ってしまって買っちゃいました。これもすごい小ぶり。全然入らない。こんな太いもの？あ、痛いかも。結構痛いかも。ピアス久しぶりだからかもしれない。もうちょっと耳に馴染んだらつけようと思います。あとはちっちゃいクリップを買いました。結構髪が癖っ毛でもうふわふわ浮いてきちゃうのでオイル必須なんですけど、前髪は特に浮きやすいからオイルよりしっかりめのバームがいいよって美容師さんに教えてもらって、リサーチのヘアソルベを愛用してます。匂いもいいし、ローズとレモンの香りなんですけど、爽やかなんだけど爽やかすぎずすごいいい香り。これちょっとだけ手に取って、浮きやすいからもうカチューシャで潰すっていうのが最近よくやってたんですけど、クリップでもヘアアレンジ楽しそうだなと思って、これをジグザグにして、こっちのこの辺で止める。あと奥の方で止める。ちょっと出す。ずっとねおでこ出すのに抵抗があったんですけど、なんか髪明るくしたら出してもいいかなって気持ちになりました。めっちゃ視界良好でスッキリ。展示は今週中にリベンジしたいと思います。無事に入館できました。イラストレーター、グラフィックデザイナーとして幅広く活躍された和田誠さん。私は子どもの頃から和田さんの絵本を読んで育ったので、初めて原画を見れて嬉しかったです。とにかくびっくりしたのは展示されてる作品数、その膨大な仕事量に圧倒されました。展示は12月まで開催しています。
ぜひ足を運んでみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではではまたねー。